もしも人間に生まれていなかったら、はあ、何に生まれたかったですか？それはね、その質問って有効なんですかねっていう、うん、あの人間に生まれてなかったら何に生まれたかったかですか？はい、うん、人間として生まれたので人間以外になりたいと思わないですからね、うん、だからなりたいって、つまりね、人間をやってて僕69年、はい、面白いですよね、なかなか、うん、なので、でまあ残りはどのくらいかわからないんですけど、他の生き物ね、セコイア、セコイア4000年ぐらいずっと生きてるとか、樹齢、うん、か薄葉かげろう、一瞬3日ぐらいですかね、薄葉かげろう、うん、あと、あ、なんだ、ベニクラゲ知ってます？ベニクラゲ、うん、僕いろいろね動物の生命調べたことがあるんで、寿命、はい、一番長いのが確かベニクラゲなんです。クラゲの一種ですか？知ってます？寿命一番長いです、あの全ての動物の中で、うん、どれぐらいでしょうか？どれぐらいだと思います？メタセコイア4000年より長いですね、答えはね、不老不死なんですよ。はあ、このね、はい、これ面白くてね、ちょっとクラゲの本で調べたんですけど、はい、これはね、動物学者もすごい興味あるらしくて、あのクラゲってさ、プラナリアか始まってこう、はい、妖精から始まって、で このベニクラゲって、年取るとその後またプラナリアに戻っちゃう。あ、だから元に戻るんですよ、はい、っていうことで僕本読んだら、おそらくこれベニクラゲの最初の個体、うん、その何千年万年前か、うん、まあ、億年前か、うん、まだいるだろうと、うん、でそれを同じと考えるかどうか、まあ物質としては入れ替わってるけど、はい、でも要するに個体としては死んでないので、生命活動としてはずっと、そう、生命活動としては分散して、それでまた置いて、また初期化して、でまたこれずっとループの中にいるっていうんですって。だから基本的不老不死、まあ1億歳とかね、なんかどんな気持ちだろうねってなんかさ、英語回帰してるっていうかさ、輪廻転生してるんですよね、個体で、これはでもなってみたいかっていうと、それもなんか退屈そうだしね、何してんの、ゲームしてんの長編小説書けば飽きるしね、1億年とか読んでくれる人がね、せいぜいね100年ですやっぱり、頑張って飽きずに書いてもと思うんで、まあこれ人間が75年とか80年ぐらいでしょ、ちょうどいいサイズじゃないですか、飽きずに死んでいくには、というので別にメタセコイアにもウスバカゲロウにもベニクラゲにもなりたいとは思わないので、人間で結構です。